奪還奪還アルカトラズ隊は2002年にアメリカ合衆国で制作されたアクション映画。続編として2007年制作の奪還2.0が存在する。自動車セットを行っていたサーシャと相棒のニックはある夜取引現場に押し入ってきた FBI 捜査官たちと激しい銃撃戦を繰り広げる。その時サーシャはニックをかばって銃弾を受けてしまい。 過死状態に陥ってしまう。だが、その8ヶ月後、奇跡的にサーシャは回復し、ニックと共に、刑務所に収監されることになる。その刑務所とは、数多くのハイテク装備を搭載し、再び蘇ったアルカトラズ刑務所だった。そこでは、数多くの凶悪犯罪者が収監されており、その中には、伝説の金海号盗犯である死刑囚レスターの、姿もあった。 彼は過去に大量の金塊を盗み出したのだったが、その隠し場所は未だに明らかになっておらず、彼自身もそのことを一切話さないまま間近に迫った死刑執行を待っているのだった。しかし彼から金塊のありかを聞くためにワンと名乗る男が率いる十九という武装組織がアルカトラズに侵入してくる。サーシャとニックは 刑務所内で知り合った仲間と共に武装組織を迎え撃とうと考える。ありがとうございます。